第二次世界大戦太平洋戦争、マリアナパラオ諸島の戦い、パラオ大空襲パラオ大空襲は、第二次世界大戦末期の1944年3月30日から3月31日に、アメリカ海軍の空母機動部隊が行った、パラオの日本軍に対する大規模な航空攻撃である。4月1日にかけてヤップ島、ウォレアイ干渉、ウルシー干渉も同時に攻撃目標とされた。 アメリカ海軍の作戦名はディセクレートワン作戦。アメリカ軍の目的はニューギニア島のホーランジア上陸作戦の準備としてホーランジアに近いパラオの日本側の航空、海上戦力を制圧することであった。パラオは日本海軍の重要白地であったが停泊中の輸送船、支援艦船多数が撃沈され機能を喪失した。復旧妨害のため 史上初の空母搭載機による機雷敷設も行われた。本空襲は、小賀峰一連合艦隊司令長官が殉職する海軍没事件の発端ともなり、その後の日本海軍の作戦計画に多大な悪影響を残した。パラオの地図。パラオ本島に艦隊白地、ペリリュー島に主要飛行場があった。1944年2月のトラック島空襲により、 日本艦隊は、それまでの前進根拠地だったトラック白地の使用継続が困難となった。そこで、3月8日に発令された新たな作戦計画の新 Z 号作戦では、パラオ白地がトラック白地に代わる前進根拠地となった。連合艦隊司令長官の小峯一大将は、連合艦隊機関である戦艦武蔵に座城して、自らパラオに進出し、 第2艦隊主力の従順5隻、駆逐艦3隻を率いて作戦に備えた。空母部隊である第3艦隊は日本本土や林画白地で再建中だった。艦隊の広報支援のため工作艦、赤シや給油艦などの支援艦船もパラオに集まった。また、パラオはニューギニアやウォレアイ艦商方面への補給の中継地でもあったことから、 多数の陸海軍徴用輸送船も寄港していた。なお、パラオ近くの有望白地として、うるしい干渉もあったが、日本海軍は観測所を置いた程度で、本格利用はしていなかった。パラオ方面にいる日本の基地航空隊は、編成間もない第14航空艦隊霊下の部隊が、中心でソロモン諸島の戦いで消耗して再建中の、第六空襲部隊に属する戦闘機機、 立航20機などがペリリュー島に駐留していたほか、第2空襲部隊の内戦闘機30機、立航4機がウォレアイ干渉及びグアムにいた。また、第1航空艦隊の戦闘機約100機、立航34機、艦爆約12機などがマリアナ諸島各地に展開していた。本空襲に対応するため、横須賀海軍航空隊の立航が南鳥島などからも飛来しており、 以上を合計すると、パラオ大空襲時の日本側航空兵力は、海軍機、約270機であった。太平洋方面での連合軍の対日反抗経過。太平洋方面の連合軍は、チェスター・ニミッツ海軍大将を司令官とする、太平洋正面からの経路と、ダグラス・マッカーサー陸軍大将を司令官とする、ニューギニア伝いの経路の2方向から、 対日反抗作戦を実施していた。1944年2月下旬、マッカーサー大将は次の飛び石作戦による攻略目標として、ニューギニア北岸のホーランジア及びアイタペを選び、4月15日を上陸日と計画した。ホーランジアは既存の連合軍拠点から遠いため、二密配下の高速空母機動部隊である、アメリカ海軍第58任務部隊が、 航空支援に協力することとなった。第58任務部隊には上陸当日の航空支援に加え、パラオ周辺に集結中の日本海軍の艦隊を事前に排除する任務が与えられた。アメリカ軍はパラオ所在の日本艦隊がホーランジア攻略作戦にとって深刻な脅威になると考えていた。このパラオ攻撃は日本海軍の水上戦力及び 航空戦力の撃滅そのものも目的としていた。第58任務部隊によるパラオ及びヤップ島、ウォレアイ干渉、ウルシー干渉への空襲作戦はディセクレートワン作戦と命名された。作戦参加兵力は大型空母5隻、小型空母6隻を中心に戦艦6隻などの強力な護衛部隊が追伴することになった。なお、 上陸直接援護のためのホーランジア空襲はディセクレート2作戦と命名されている。また本作戦の試作戦としてインド洋でイギリス海軍によりコックピット作戦が行われた。メジュロ干渉に集結したアメリカ海軍空母機動部隊。1944年の撮影だが本作戦時の写真化は不明。第58任務部隊は3月22日に 集結地点のメジロ干渉を出撃し、パラオへと向かった。途中3月26日に給油艦9隻と会合して養生補給を受けた。28日にも給油艦4隻を含む第50.15任務軍から養生給油を受けた後、第58任務部隊は3つの任務軍に分かれ、攻撃隊の発進地点へと向かった。アメリカ海軍は、 不時着した遊軍パイロットの救助と脱出する日本艦船の撃破のため潜水艦部隊も展開した。パラオ周辺に7隻、ヤップ島とオレアイ艦商近海に1隻ずつが配置された。このうちパラオ沖にいたタリビーが3月26日夜にパラオに入港しようとする日本の西松2号船団を襲撃したが発射した魚雷の自爆により沈没してしまった。日本海軍は アメリカ機動部隊の行動を早くから察知していた。第58任務部隊の目白出撃翌日には輸送任務中の潜水艦によって偶然に発見していた。連合艦隊司令部はトラック基地航空隊による3月25日26日の敵艦隊発見報告、通信解析の結果を踏まえ、パラオへの空襲の降参が大きいと判断した。 28日にはパラオまで750回りのウォレアイ南方に迫っているのが航空偵察で確認されたが連合艦隊司令部はまだ時間的余裕があると見ていた。他方、パラオ守備隊である第30根拠地隊は独自の判断をとり輸送船団の一部を29日に繰り上げ出航させた。3月29日朝、 ペリリュー島から発進した日本軍偵察機が第58任務部隊を発見した。連合艦隊司令部は急遽パラオの陸上に移動し、機関武蔵と戦団護衛任務で寄港中の第17駆逐隊などを遊撃部隊に編入してダバオへの退避を命じた。遊国にパラオを出た遊撃部隊は待ち伏せていたアメリカの潜水艦タニーの襲撃を受けた。武蔵が 巨来一発を受けて損傷し、駆逐艦三隻を連れて、修理のため、呉海軍交渉へと向かうことになってしまった。他方、同じ連合艦隊所属でも、支援艦船は、港内待機を命じられた。その他の一般輸送船は、第30根拠地帯が緊急出港させようとしたが、準備が間に合わず30日未明出港となった。 日本の基地航空隊は、ペリリュー島に一航艦から増援を送るなどして、迎撃体制を整えた。29日夕刻に、立航10機、艦爆5機による、先制の白母攻撃隊が出撃し、従順一石撃沈や空母、戦艦各一石撃破などの戦果を報じたが、アメリカ側の記録によれば被害はない。日本側は、立航6機、艦爆3機を失った。 駆逐艦若竹の最後、若竹は戦乱を護衛して逃れようとしたが発見され、爆弾4発の直撃を受けて15秒で沈んだ。炎上するペリリュー島の日本、川地上施設。3月30日午前6時30分、パラオ南方90海里の地点に到達した第58任務部隊は、パラオに向けて第一次攻撃隊を発進させた。 空襲開始時のパラオ本島では、第36号昇海艇などが護衛するねイレレさん、船団がバリクパパンへ、駆逐艦若竹や、第31号昇海艇などが護衛する、パタレーナ7船団が高尾へ脱出しようとしていたが、白地の内外で攻撃を受けてしまい、いずれもほぼ全滅した。連合艦隊司令部から残留指示を受けていた船舶は、第30根拠地帯の指導で、 攻撃困難と思える地点に隠れたが、これもほとんどが停泊したまま撃沈された。アンガール島でも小型低球席が撃沈された。アメリカの空母歴シントンバンカーヒル、ホーネットから発信した航空隊は、艦船や地上施設に対する攻撃に加え、パラオの構内や周辺水道への機雷投下を行った。これは、実戦においては、 史上初の空母搭載機による機雷不設であった。同様の航空機雷不設は4月1日まで通常の空襲と並行して行われた。対する日本、側航空部隊は第58任務部隊に対する黎明攻撃を計画していたが離陸時の事故で中止となった。日中は戦闘機30機以上が迎撃戦闘に従事したがほぼ全滅した。 地上での損害も続出し、ペリリュー島中流の26航線は壊滅状態に陥った。1航艦や22航線などは、サイパングアムから約70機の攻撃隊を発進させて、攻撃後にペリリュウ島へ着陸する、白部攻撃を実施した。巡洋艦一隻撃沈や戦艦一隻、巡洋艦二隻撃破などの戦果を報じたが、アメリカ側に該当記録はない。 攻撃隊は敵戦闘機の迎撃を受け、空中戦や着陸事故で約25機が使用不能となった。連合艦隊司令部は第58任務部隊に反撃するため、トラック島や本土にいる潜水艦部隊に出撃を命じた。また、第3艦隊に対してもフィリピンへの出動準備を命じるとともに、 その空母搭載機部隊である第601航空隊に訓練を打ち切ってダバオへ進出するよう命じた。この日の夕刻、福留茂連合艦隊参謀長は連合艦隊司令部のパラオからの移動を決めた。午後6時に迎えの西機台、第3機をダバオへ待機させるよう命令を発している。3月31日も第58任務部隊はパラオへの空襲を続けた。ただし、 第58.1任務軍だけは、ヤップ島及び、ウルシー干渉に向けて攻撃隊を発進させた。残っていた艦船の多くがとどめを刺され、特設捕獲猛艇第5か、小丸、苦戦特務艇2隻や輸送船4隻などがこの日に沈没内し格座した。ペリリュー島には、マリアナ諸島から一航艦の戦闘機46機が応援に到着していたが、 正午までの迎撃戦闘で全滅した。日本側航空隊は、少数機の策的攻撃で逆襲を試みたが戦果は、なく、立候6機などが未機関となった。アメリカ軍の空襲終了後の午後8時、連合艦隊司令部移動用の2式台、艇2機がダバオから到着した。小賀司令長官以下の司令部要員は2機の2式台艇に分譲して、午後10時に慌ただしく、 ダバオへ向かって発進した。しかし悪天候のために木とも遭難し、消息不明となってしまった。3月31日、第58任務部隊のうち、第1軍は、ヤップ島及び、ウルシー環礁の空襲を担当した。この攻撃で、ヤップ島では、地上施設や市街地の大部分が消失した。ウルシーでは観測所が炎上したほか、 停泊中の特設艦指定第1カメタカラマルが格座した。4月1日には第58任務部隊の全力でボレアイ艦渉を攻撃した。日本側の損害はレーダーや通信設備が破壊されたほか備蓄燃料の多くを消失した。飛行場も滑走路が穴だらけとなったが翌日午後には復旧した。第58任務部隊は4月2日に。 洋上給油を受けた後、4月6日に、メジロ干渉を駅着した。なお、大本営は、第58任務部隊が北上して、日本本土へ襲来することを恐れ、会場後映像司令部指揮下の部隊や、本土方面所在の航空部隊に迎撃準備を指示していた。警戒態勢は4月6日に解除された。本九州で撃沈された、工作艦赤市の戦前の関係 日本軍は、水上戦闘艦こそ、事前退避で多くが名を逃れたものの、停泊中の多数の支援艦船、輸送船の大部分が撃沈された。主な水上戦闘艦では、駆逐艦、小海底各1隻が沈み、支援艦では、工作艦2隻、給油艦6隻など9隻が沈没、給油艦1隻が損傷、徴用輸送船も陸海軍合わせて15隻が沈没、 または格差した。支援艦、輸送船として徴用中の商船損害は、戦死総書によると、計21隻で8万4000総トンに達する。各種支援艦の中でも、日本唯一の本格的工作艦であった、赤紙の撃沈が、日本海軍の艦船整備能力を著しく、低下させる、最大級の痛手だった。また、7隻もの給油艦の損害により、 連合艦隊の機動力は激減し、以後のマリアナ沖海戦などにおいて、日本海軍にとって厳しい足枷になった。航空部隊の損害も、百1 4 7機喪失と大きく、26航船の再建は保有機をほぼ全損して振り出しに戻り、次の決戦の主役に予定された一航交換も、実動兵力の半数を失ってしまった。一方、アメリカ軍の損害は、 航空機25機喪失のほか、支援のため行動中だった潜水艦のタリビーが沈んだのと、遊軍機の誤爆で潜水艦のタニーが軽微な損傷を負っただけであった。撃墜された航空機の搭乗員44人のうち26人までは遊軍によって無事救助された。パラオの基地機能は支援艦や航空部隊の壊滅により失われた。日本軍は うるしい白地の使用も断念し、ダバオへ逃れていた遊撃部隊は4月5日に遥か西方のリンガ白地まで交代した。アメリカ軍は日本艦隊主力の捕捉にこそ失敗したものの遠く追い払ったことでホーランジア攻略の妨害を予防するという戦略目的を十分に達成したと言える。この5大58任務部隊は4月22日のホーランジア攻略に参加した。 アメリカ軍機の置き土産である機雷は容易に処理できず、パラオの基地機能喪失を長引かせた。パラオ白地に出入りする主要水路であった西水道とマラカル水道は放棄され、用水道と港内だけが4月23日にようやく総会完了と判定された。この間、4月9日に病院船ンタカサゴマルが食らいにより格差している。アメリカ軍が使用したのは、 接触により作動する旧式機雷ではなく、磁気変化に反応して起爆する官王機雷で、日本軍は適切に対応できなかった。パラオ空襲は、日本の連合艦隊司令部の遭難という事態も引き起こした。小賀司令長官は殉職し、指揮権継承をめぐる大混乱が生じた。福留参謀長は生還したものの、連合軍、 ガワゲリラにより一時拘束されて、新 Z 号作戦の作戦要領や暗号書など重要機密書類を奪われてしまった。この他のパラオ大空襲の影響としては、日本軍にパラオ、またはフィリピン南部攻略の可能性が高いとの誤った予想を抱かせ、竹輸送による緊急防備強化が決定されたこと。その反動として、マリアナ諸島の防備強化の優先順位が下げられたこと。 再建中の第3艦隊第601航空隊に反撃のための移動命令が出され、訓練が中断されてしまったことなどが挙げられる。いずれもその後の選挙区に重大な影響であった。日本軍が1月半前のトラック島空襲の二の舞とも言うべき大損害を出した原因については、せっかく事前に敵機動部隊の接近に気づいていながら迅速な。 対応を行わなかったことや、戦闘艦以外の支援艦船や輸送船の対比が徹底しなかったことなどが指摘されている。初動が遅れた点に関して、吉田敏夫は敵艦隊が750回りまで迫っているのに、福留連合艦隊参謀長は余裕があると判断していた事実を問題視し、低速な戦艦中心時代の感覚が身に染みており、高速の空母中心時代に対応できて、 いなかったのではないかと評している。また、船舶の避難が徹底しなかった点に関して、当時の伊藤聖一軍令部次長は、陸軍徴用船を管理する船舶司令部が反対したこと、船長が第30根拠地帯の命令に服従する義務があるのか疑問を持っていたこと、出航準備の進捗が遅く、夜間となってしまい、船団指揮官が出航を断念したことを指摘している。 そして、連合艦隊は、避難に関して熱心でないように思うとまとめている。これに対し、吉田敏夫は、連合艦隊司令部が陸上に移動したり、戦闘艦艇は避難させていることを指摘し、避難に熱心でなかったという表は、不正確だと主張する。吉田は、福留連合艦隊参謀長らの感覚が、 近代的な総力船にあっておらず、工作艦や輸送船の価値を二義的なものと認識していたことが問題なのだと主張している。船舶に対する対比命令の権限が問題になったことに関しては、その後、海上護衛装司令部が連合艦隊管理地域でも独自の対比命令権を有すると明確化された。このほか日本海軍による調査では、 輸送船の船長らが出航を嫌った背景として、すでに手遅れであるから港内に留まることで、人命だけでも救おうと考えたという事情が指摘されている。また、乗員がすぐに陸上に避難してしまったため、ダメージコントロールが十分にできなかったことも、沈没船を増やした一因と分析している。AB 日本海軍は、パラオ大空襲後、利用断念したうるしいや、パラオ日水道を、 コッソル水道などに機雷を付せし、閉塞を試みた。AB、総出船舶一覧表には、日の出汽船所属の2759総トンのものと、栃木汽船所属の2909総トンの2隻が、記載されている。ただし、戦死総書によれば沈没、または格座した、陸軍輸送船は全部で8隻であり、同盟船2隻がいたとすると計算が合わない。 日本語表記不明。機銃弾により、船体破行150箇所、爆雷装填台破損など。ありがとうございます。